あのね、渋野さんの、あのスイングね、あのさっきのビデオ、あのですけど、あの動画ですけどもね、あのフラットでしょ。で、あのフラットなスイング私してたら、こんなフラットのスイング見たことないよっつってね、めちゃくちゃなこと言われたんですよ、20年前にね。で、あのまあ私も今でも気にしてアップライトには少し上げるようにしてんですけど、本当はこの渋野さんの位置が一番正確なショット打てる位置なんです。ですからこれが正しいスイングだということを、あのさっきの動画で確認して、もう一つはパッティングね、私こんなとこ置いてっていうんで、これね、パッティングここに置くんですよ。で、あの左にね置いて、あのこれ見てください、このパッティング、左に置いて球を後ろから見るのね。カップと両方を見ながら打ちます。これ今ちょっと短いパッティングなんで、次のね、これこれ、はい、こんな左置いてるの分かる？これちょっと弱かったね。で、次のパッティングね、見てくださいね。ボールをこうね、こんな左置いて打つんだけどね、はい、次のパッティング映してくんないかな、はい、見てください、これですね。こんな左置いて、で、ボールは球とカップと両方見ながら打つ、ということですね、はい、うん、これがね、フラットのあまりに見てね、固まっちゃったね、トップの位置もね。何これ、刻んだの、うん、はい、これもう完璧なあまりスイングしますよ。これ見てくださいね、短い時は完璧ならあまりスイング、早く求めてくれ、バックスピンをかけた、あ、これボール中入れてあれするね、タップかな、よし、まあ、どういう打ち分けしてるのか分かんないけども、今のとこはなんだろうね、坂目なのかな、ちょっと分かんない、はい、うん、まああまりアビコンですけどね、ナイス、はい、